はいみなさんこんにちは cs とトークウェイブのお時間でございます元気でしょうかせいけまさきでございますさあねもう秋もですね真っ只中になりまして、えー、今日ねちょっと晴れてるんじゃないかなとまあわかんないけど <laughs>、えー、でね今日は僕らあの松山からですねバイクで帰ってきたんですけどねこの収録のためにですねで、えー、実はあの息子と帰ってきたんですよね、えー、バイクで 息子を後ろに乗せまして、二人乗りで走って帰ってきたんですけど、ね、えー、ちょっとね、初めての経験だったんですよ。あのまあ息子を連れてあちこち行くっていうのはね、昔からやってたんだけど、まあ息子もそういえば高校生なんで、えー、高校生ぐらいになってくるともう大人とほとんど同じなんでね。 えー、結構大きいのに親と一緒に行動するのは嫌かなとちょっと思ってたんですけどいや帰るよということで実家の方帰って農作業を手伝ってくれましたありがとうねでねその時ちょっとまあまあ息子関係ではないんですけど、えー、バイクに乗る時のねちょっと覚悟みたいなのをねお話ちょっとさせてくださいえー、っと正直な話ねあの まあ僕もバイク乗ってですね、もう何年なのかな、もうね、20代の頃から乗ってますね結構長い、少々ブランクはありますけど、結構乗ってると思う、30年近くですね、バイクのめまあ免許持ってから立って,立ってるわけですけど、あの、バイクっていうのは、当然、体が外に露出してますから、もう雨風埃、風、ほこり、時にはなんかタバコの吸い殻、<laughs> 火のついたタバコの吸い殻捨てる人いるのね車から。 あれ勘弁してほしいですね。でまあとにかくいろんなものが飛んでくるんですよ。鳥も虫も飛んできます。鳥とぶつかったことあるもん。本当とにね。とにかく何が起こるかわからないよっていうのがバイクに乗る、まあ、ある意味醍醐味でもありながら危険な部分でもあるわけなんですよね。でなんでそんな危険なものに乗るのかっていうところが僕はちょっとね気になってるところがあるんですよ。も、あのー、もちろん僕も車も運転しますで で車をさその運転してあちこち行ったりとかするのもとても楽しいと思うんですけど車っていうのはいえばカプセルですよねどちらかというともう家になってる人もいると思うんですよ「はい土足現金ね」<laughs> なんかねスリッパ足されてびっくりしたことがあるんだけど、えー、もう家そのものその人の,その個人の,その空間、えー、それがもう全部全部背負って動けますよね。ということはその。 ある意味守られてかなり守られて移動できる交通手段なんですよ。で車の中の方が安心できたりとか、まあ、エアコンもあるし快適に過ごせるし食事でなんか食べることもできるしね何でもできちゃうっていうのがとてもいいとこではあるんですんがですね、えー、だからこそちょっと忘れがちになってしまうところもあるんじゃないかなそれはねある意味僕はあの覚悟だと思ってるんですよ。 あのどうですか皆さん買い物車でね、買い物行くときに覚悟なんかしませんよね覚悟し捨てる暇ないでしょもうさーっとなって、バターンとやって、ガチャガチャ、キュルキュルでバーって,言ってでなんだっけあの、ねあ、テレビもつけながら危ないなって思うけど、テレビ見ながら走ってる人もよく見ますよ。で、そのおおよそ、いわゆるその運転免許さ、車のための、ね、運転免許を取った頃の。 あのいわゆる安全運転のための覚悟みたいなの、えー、そういうものっていうのが随分離れたところにいらっしゃるんじゃないかなって思う時がありますよ。でそのバイクに乗ってる人間としてねそのバイク車の後についていったりとか、まあ、走りますからねするんですけどやっぱりねあのそれはないだろうっていう走り方をする方がいらっしゃいますね。でぜひねあのちょっと気をつけていいたただきたいというの,はそのやっぱり あのこうなんでしょうね、気持ちが大きくなるんですょうかね、その車に乗って性格変わるなんていうのはよく聞く話なんですけど、あのね、とさっきの話じゃないけど、タバコの吸い殻を、正直な僕、何し2 3回あるんですよ、その前投げられて、あの僕、バイクで走ってるでしょ、来たもん、当たったもん、これはびっくりしましたですよ。はい でこういうそのマナー以上にですねマナーどころの話じゃないです非常に危険な行為なんで、えー、気をつけたがいい。そしてその覚悟というかその安全運転で行かなきゃいけないっていう気持ちにどっか、ね、緩みもきやすいんじゃないかなと思っているんですよね。ところが、ね、バイクバイクはねあの、まあ、特にあのいわゆる原付きに乗る場合とそのいわゆる 250C とか507半とかね 大きいバイクになってくるともっとさらにそうなんですけどスピードも出ますでしかも僕たちは外に出てるわけだね外部にね、えー、全部当たってきますしで2輪で走ってますからこけますカーブでは傾いて <laughs> 回ってますよねで非常にその自分のやっている行動というものに責任を持ってないとも,うもろに自分にかかってくるしでもちろん他人も傷つけますねでもあの少なくともカプセルの中にはいませんので えー、自分を守る術っていうのないのその気遣いというかそういったものをしないと、えー、乗れないようなところがありますねある意味怖さっていうのはいつも身近にあるんですよねだからそのバイクに乗ってて、ね、特に今回ね僕の息子を連れて帰ってきたわけですけど。 あの帰る前にね息子とじゃあ一緒に帰ろうかということはねそのうちの神さんがその心配するんですが 2>,、うん、2人でってでそしたらうちの息子はですねあのね2人ね、ねアメリカの大統領と副,あの副大統領は一緒には行動しないっていう話だよと、うん。<laughs> それ何の話とか聞いたらアメリカの大統領と副大統領は万が一のことがあった時に副大統領がね大統領が何か事故がなくなった場合にはすぐに指揮権が発動できるように副大統領は別のところにいらっしゃるそうですね2人一緒にいるところはないそうでございますいやーなんかそのねお父さん大統領で息子副大統領って考える考え方もどうかなと思うんですけどまあなるほどなとうん確かに。で あのまあ、でもちょっと帰らなきゃいけない事情もあったしプラスね僕は自分の息子さんに息子さんに言ったらおかしいけどあの気候が変わるバイクに乗ることでそのどういう準備をして前もってねああの寒くなるのか雨が降るかもしれないこんなに晴れたの雨が降るわけないだろうとかって言うけど本当に分かんないですよそれは。ね、ですから目の前にそのね 差し詰まった危険というのがそのあるわけじゃないけど何が起こるかわからないからこそバイクというのもあの本当にこういろんなできるかぎりの準備をしてそして大事なのは心の準備ですよね。えー、自分がちゃんと安全運転をしているのかどうかスピード出しすぎてないかどうかで、ね、当然車間距離で2人で乗るとです、ね、ブレーキの効き具合も違うんですよ。ですから当然ね前の車との,あの,、ね、あの距離もあの距離も あ車間距離もです、ね、十分に取らなきゃいけないし、えー、その非常にこう気を使わなきゃいけないでもあの一緒息子にねちょっとある意味学んでほしいなって思ってるのがあの危険っていうのは隣り合わせなんですよいつも僕たちはでね安全運転をするっていうその覚悟を忘れた段階ですごく慣れちゃってるんですよねでもっと極端にするとあの僕怖いなと思ってるのはその生活の中に 慣れが出てきてると多分ね目的も見失いがちだしうろうろし何て言うかなちょっとこの,この先日ね僕の家の前の道が、あのー、新しい車線ガーってこう引かれて、ね、まあなんかこういた道路が傷んでたんであの工事されてもう敷き直しやってみたらですね、えー、全部アスファルト新しいのにして車線もバシッと入ってですねすっごい 気持ちよく走れる道になってるんですよ。で、ふと思ったの、あのね、走ってればあの道路って使ってれば車線って古くなるでしょ。そうするとだんだん薄れてって薄れて慣れちゃって、もう普通汚かなり車線が汚れてて見えなくなっててもだいたいみんな走れる。でも危険なんですよ。ところがものすごいくっきりとした車線でねあ,あのついてるとね、あのすごい安心感があるんです。あ、なんか。 こうあきちんと走らなきゃいけないなみたいな、ね、こう背筋がピンとこう伸びるような感じで、あのー、そういう感じが僕それあの新しい道を走ってね受けたんであこれ覚悟と似てるなって思ったの何にも車線がない道だったらね自由に走れないんですよやっぱりかなり危ない目にも合わなきゃいけないしね、あのー、ちょっとこう気本当にこう気持ちを入れておかないとあの気を緩んだ瞬間にいろんな事故や えー、ものがいいっぱい起こり得ます是非ねあの皆さんねあの安全運転を、えー、続けてほしいだと思いますし車に乗るときもですね是非、えー、気をつけるっていうまあ気をつけるということもあるんでしょうけど本当の意味でね、えー、安全というものをこう意識しながらねだって鉄の箱で走ってるんですよね。 えー、守られてるかもしれないけど同時に他の人にしてみれば、えー、鉄の箱に襲われる可能性が十分にあるわけなんで、えー、もうこれからもです、ね、安全運転を続けてほしいなとぜひ心の覚悟命の、ね、自分の安全もそうですけど他の人の安全も考えながら運転を続けてほしいなと思います。 さて、えー、今日はですね、えー、宿泉庄美さんのインタビューとかね、えー、デモとかいっぱいあります。えー、またその後もですね、えー、番組の方続きますので、どうぞこの後楽しんでください。